日本語ラジオ三百六十五、一五一へ。お相手は夏目で、お送りします。みなさん、こんにちは。夏目です。このラジオでは、三百六十五日毎日。簡単な日本語で。日本語や生活の話題を。 皆さんに紹介しています短いので毎日聞いて日本語の勉強に役立ててくださいねさて今日は皆さんに季節の話題を紹介します今日はクリスマスイブクリスマスといえばキリスト教のイエス・キリストの誕生を祝うお祭りのことですよね日本ではキリスト教を信仰している人は NHK の2018年の調査によれば 実は人口の1%にしか満たないのですがそれでも不思議なことに日本でもクリスマスは大々的に祝われているんですよでは一体どんなふうに祝われているのか皆さん気になってきたのではないでしょうかということで今日は日本のクリスマスについて少し皆さんに紹介します日本人にとってのクリスマスは他の国とはちょっと事情が変わってきますもちろん 先ほど述べた事情から宗教的な行事ではありませんし多くの欧米の文化のように家族の集まる一大イベントというわけでもありません実は日本人にとってはサンバレンタインデーのように恋人たちのためのロマンチックなイベントとして考えられているんですまた先の天皇であった現在の上皇昭仁さまの誕生日がちょうど12月23日であったことから その日は長らく祝日でしたから、その関係もあったのか、日本ではクリスマス当日の25日よりも、連休にしやすい24日の夜をより祝うという習慣があります。このクリスマスイブの日には、恋人たちの人手で街中ごった返します。綺麗なイルミネーションを見に行ってロマンチックな気分に浸ったり、普段は行けないような少し高めの、 夜景が綺麗に見えるレストランを予約して食事をしたり特別なプレゼントを交換したりと特別なデートをする特別にロマンチックな日だと考えられていますですからこの日に誰も恋人がおらず一人で孤独に過ごすことを皮肉ってクリぼっちなんていう言い方もあるくらいですちなみにクリぼっちとはクリスマスぼっちの略ですぼっちとは一人ぼっちのこと つまり、クリスマスなのに恋人もいないことをかなり皮肉った言い方というわけです。自分で自分に対して皮肉の意味で使うのは構いませんが、もちろんいい意味の言葉ではありませんから、誰かに対して使うのはやめておきましょう。ところで、クリスマスイブはもちろん家庭でも祝われていますよ。子供さんのいるご家庭では、一緒にケーキを準備したり、 食事もチキンなど普段はあまり食べないような西洋風の特別な料理を準備したり、買ってきたりします。プレゼントを準備してお互いに送り合ったりもしますよ。また、ご家庭にもよりますが、サンタクロースの訪れを夢見ながら、枕元に靴下を下げて眠る子どももいます。私も子どもの頃はサンタクロースに毎年手紙を書いていましたよ。 なぜ日本語が通じるのだろうなんて、子供心にもずっと不思議に思っていたものでした。日本では、クリスマスは祝日ではありませんから、イブが終わると、みんな何事もなかったかのように日常に帰っていきます。この辺りが日本人の不思議といえば不思議ですよね。日本人の根底にある意識については、詳しくは第75回の晴れとけで紹介していますから、そちらもぜひ聞いてみてくださいね。 ところで日本語ではクリスマスに何と言ってお祝いするか皆さんご存知ですか大丈夫とっても簡単です英語をそのままカタカナにして読んだメリークリスマスという言葉で挨拶をしますメッセージなどではメリクリなんて略して言われることもありますよさて皆さんもどうぞ良いクリスマスイブをそしてクリスマスを祝う習慣のない皆さんもどうぞ素敵な一日を過ごしてくださいね 最後まで聞いてくださりありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。良い一日を。またね。